リード・ギャレットは、アメリカ合衆国バージニア州コ郡湖ンライ湖、出身のプロ野球選手、宇藤右内、埼玉西部ライオンズ所属。2014年の MLB ドラフト16巡目で、テキサス・レンジャーズから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9、スポケーン・インディアンスで、プロデビュー。16試合に登板して6勝1敗、防御率4.06。 四十六奪三振を記録した。2015年は A 級ヒッコリークローダッツと A 級ハイデザートマーベリックスでプレーし、2球団合計で25試合に先発登板して10勝8敗、防御率4.58、九十六奪三振を記録した。2016年は A 級ハイデザート、A 級フリスコラフライダーズ、トリプル A 級ラウンドロックエクスプレスでプレーし、 3球団合計で29試合に登板して4勝9敗、防御率6.24、86奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2017年は A 級フリスコでプレイし、44試合に登板して2勝5敗中セーブ、防御率4.98、70奪三振を記録した。二千十八年は、 a 級フリスコとトリプル a 級ラウンドロックでプレーし2球団合計で51試合に登板して4勝2敗21セーブ防御率2.0461奪三振を記録した2018年12月13日にルール5ドラフトでデトロイトタイガースから指名され移籍した2019年は開幕25人枠入りし3月29日の トロントブルージェイズ戦でメジャーデビュー。5月16日にディフェとなった。タイガースでは13試合に登板して防御率8.22、10奪三振を記録した。2019年5月20日、ルール5ドラフトの規約でレンジャーズに戻ることになった。トリプル A 級ナッシュビルサウンズへ配属され、34試合に登板して1勝3敗にセーブ、防御率4.91。 40奪三振を記録した。2019年12月24日に埼玉西武ライオンズと契約を結んだ。2020年6月26日の対福岡ソフトバンクホークス戦で8回に3番手で登板し、木村文則が逆転満塁本塁打を放ったことで来日初勝利を挙げた。8月8日の対日本ハム戦において来日後最速となる時速 162km を 記録した。開幕から勝ちパターンの一角を任されたものの、調子を落としてからは、森脇良介にセットアッパーの座を譲り、ホールドのつかない場面での登板が中心となった。また、10月3日のロッテ戦では、ブルペンデーでの先発を任され、これが来日初先発となった。49試合に登板し、3勝2敗16ホールド。 防御率3.10の成績を残したが、シーズン終了後の球団との断流交渉が、期日までにまとまらず、12月2日付で NPB から一旦自由契約選手として、公示された。24日、翌年の契約を更新したことが発表された。2021年は、新型コロナウイルスの影響で、チームへの合流と調整が遅れるも、無事に開幕を一軍で迎え、 4月4日の福岡ソフトバンクホークス戦で来日初セーブを挙げた。森脇が右肩痛で不在ということもあり、再び勝ちパターンの一角を担い、増田達タが不調で抹消されると試合展開に応じて、平ら海馬と共に8、9回を任されるようになった。しかし、配信投球が目立つようになり、5月28日の阪神タイガース戦では2点リードの9回をもてに、 当番するもに、3回を投げて5失点で、敗戦投手。これが、抑えとしての当番では3度目の救援失敗となり、その後は平が抑えに固定された。前半戦を終えて、五輪の中断期間で一時帰国し、その後再来日したが空港での検査で、新型コロナウイルス陽性が確認された。幸い療養を始めて早期に検査で陰性が確認され、 8月4日に練習復帰しその後一軍に合流、エキシビションマッチにも登板し、無事に後半戦の開幕を一軍で迎えた。ただ後半戦も不安定な投球が続き、この年は4勝3敗17ホールドにセーブ、チーム2位の61試合に登板したものの防御率3.77と安定感を欠いた。10月21日に登録を抹消されると、 シーズン終了を前に帰国したことが同日に、球団から発表された。2020年の最速球速は101マイルパワー。縦に落ちるパワースライダー、最速時速140キロメートルを計測する、ナックルカーブが武器で、空振りが奪える上に、ゴロを打たせることもできる。変化球の制球に、やや難があり、変化球が決まらずフォーシームに偏った配球になると、 崩れやすい傾向があるため、甲不調の波が激しい。交流戦に備えた打撃練習では、作声を三発披露している。ありがとうございます。